どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ・インボーク。第19回、占領戦が終わりまして、その後のチケット、消費ということなんですけど、まあ、明日から20回なんですけどね。ちゃちゃっとやっていきましょう。例のごとくね。まあ、19回の感想としては記憶ないですね。本当に派遣しかやってなかったという。ことでしょう。何が来たかと言われれば、松前の S があったんだっけ。確か。あれ違うっけ、それ前だっけな。もうほんとそれぐらい記憶がないんですよね。派遣しか本当にやってなかったと思います。篠原。まあ、20回、ベータ。占領戦ベータの頃から合わせるとどれぐらいなんだろう。30回は合計で行ってないと思うんですけど、まあもう30回近く占領戦やってきて、まあね、最初はなかなかポイントの貯め方とか分かんなかったので、もう派遣やっとけばいいみたいなとこあるんで、最近は派遣だけやってれば2日で終わるぞということですね。で、占領戦の期間もまあずっと1週間、2週間だったり、まあ3週間だったり、なんかお盆休みとか、なんか長期的な休み、だから年末の休みとかがあると3週間になったりはするのかな。まあ、基本的にもう今は2週間に固定されましたけど、前は1週間でポイントが、まあ今でいう3000万とかだったり、2週間でポイントが1億とかあった時もあったのかな。まあ報酬の内容的にはそんな、なんかそのポイントの数に比例して報酬が上がってるってわけでもなかったと思うんだけど、まあきつかった時もあったんですが、今は2週間で、3000万かな、3000万ポイントぐらいですね。まあ初心者にも優しい感じで、まあ頑張れば最後までいけるぞと。まあ永遠に突発クエストとか回ってればいいだけなんでね、ランクっていうか難易度が低くてもずっと回ってればスタミナの制限もないし、最後の到達報酬までは回収できるぞということで、まあ特段難しいことではないと思います。上級者になってくると派遣回してるだけでいいみたいな。別にもうランキング上位を狙わない人からすると、周回する意味はもう最強降臨の周回報酬もらうぐらいしかないぞということですね。個人的には駆逐のね、報酬改善とかしてほしいんですけど、ピエロの方は最近ダメージに応じて、貢献度が S まで出るようになって、なんだっけ、コインが 7×7 の49枚かな。ボックス整理します。ピエロは、まあ、その、報酬で、まあ、S ランクまで解放されて、まあ、貢献度に応じて、ダメージに応じて倍率がかかって、ピエロコインが増えるぞという仕様にはなったんですけど、まあ普通の駆逐ですよね。何が出たっけ、あれチケットだっけ、それとも素材だっけ、わかんないですけど、まあがっつり何億か削ったとしても報酬的には美味しくないぞと。まあせめてね、その与えたダメージポイントとかで正直ね、報酬豪華にするか、めちゃくちゃ貢献した人のなんか上位3人とかの名前をまあ下に表示させておくとかでもいいような気がするんですけど、まああんま名前載せることに関しては賛成ではないかな。グルカルの時は自分が出したレイドに10人だったかなまで参加させて、その中でどれぐらい貢献したかみたいなの見れたような気がするんですけど、まああんま名前出すことには賛成じゃない。昔ランキング、占領戦じゃねえ、あれなんだっけ、何のランキング、教習か、教習のランキングとかもそのトップになった人とか名前出したんですけど、最近は運営なんか出せなくなりましたね。っていうかもうリニューアルしてからか。まあ20回、そろそろ映画公開もされるし、映画公開に合わせてキャラクターが来るのかどうかは知らないけど、まあ前はめちゃくちゃ強い火のアタッカーか、火のアタッカーのマヒ GS だったかな、持ってる有馬だったんだけど、第1弾の時はね、2年前の東京グル実写映画第1弾の時は、今の火のスペシャルガシャで出てくる有馬さん、
まあ、僕引いたんですけど、全然熟練度上げる暇なくて上げれてないんですけどね。まあ今年もおそらくスペシャルガシャで来るであろうと思ってたんですけど、まあ今ねスペシャルガシャであのオール仮面オールが来ちゃったから、あれこのタイミングで来ると思って、もしかしたら、いやでもフェスって月1で出るしな、どうなんだろう。今月のフェスがまああの映画に合わせて、もしかしたら2体同時実装とか、また映画でスペシャルガシャがもう一個被るみたいな。じゃあオールのスペシャルガシャと今月のインボケフェスともう一個映画公開記念のスペシャルガシャが出るみたいないやまたやばいガシャランがもう盛りだくさんの状況になりそうなんだけど、映画公開記念でキャラクター来るかな。まあ本当にね、石先行ガシャとか、まあ今回2回目なんですけど、まあ頻繁にやるもんじゃないですねあれは今ね石がすげえお得なんですよ。ショップで見てもらったら分かると思うんですけど、9800円で300個手に入るんですよ。通常だったら160何個だろう、8個かな、分かんねえ、160そこそこしか多分手に入らないと思うんですけど、今ね9800円で300個手に入るんですよ。だからそれの時はね、なるべく買いたいんだけど、いかんせんね、キャラを買ったところで別にそのキャラを買わなくてもクリアできるやつはあるし、ダメージをどれだけね、効果力出せるキャラを出してきても、ダメージを上げたところで自分のなんか得になるような報酬が返ってこないから別に引く意味はないぞと思ってるんですけど、やっぱり好きなキャラが来たら引いちゃうよねっていう。で、促進剤がなかなか手に入らないから結局キャラを引かないと特攻がかかってる期間中に、そいつのキャラクターの進化を発揮できないよねみたいな。なかなか難しい状況なんですよね。めっちゃ出るなこの銃像だからね。なんて言うんだろうな、まあグループ機能なりなんか、まああんまグループ機能をつけることに俺は賛成ではなかったんですよ。っていうのも結局グループをつけるってことは、そのキャラクターの、まあ、この1年リニューアルしてから1年やってきて、今グループ機能をつけるってなると結局そのステータスのなんて言うんだろうね、え今まで自由に使ってたキャラが急に使えなくなるわけだから、あの本領発揮できなくなるわけだから、って感じなんですよね。だから縛りを入れてそのキャラクターがうまく倍率が出せなくなるっていうグループ機能っていうよりかは、ないないのキャラクターを組み合わせると、まあ今の性能プラスもう 1.5 倍倍率がかかりますよみたいな、そういうんだったらいいと思うんですけど、このキャラクター、このグループでチームを組まないと倍率が出ませんよみたいな改変とかはダメだよね、グループつけるとしても。まあでもつけるんなら1年前のリニューアルの時につけておくべきだったのかなと思う。でも売りとしては、まあどのキャラクターでも一緒にパーティー組めますよっていうのがまあ売りだと思うんで、まあグループ機能つけるとどうしても課金しなきゃいけないみたいな、そういう意見も出てくると思うから、なかなか難しいところであると思うんだよな。まあそうだな、俺から言いたいことはそれだけだ難しいということだ。もうここまでキャラクターが出て、もうめっちゃいるからこのゲームキャラクター、今からステータスいじったりするっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。まあ新コンテンツを増やすっていうのもまあいいと思うんだけど、何かしらね、そのタップコンボバトルっていうこのゲームの売りのところを、その根幹の部分をもっと深くしていく必要がありますね。そういう感じです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。